じゃあこのね復興支援会議で結局いくら日本がお金を出させられたのかっていうのが気になるじゃないですか、うんうん、アメリカの軍需産業軍産複合体はもうボロ儲けをしていて、うん、ウクライナ戦争 で例えばちょっと調べただけでもボーイングだったかなグローバルなんとかって出てたんですけども日本円で60兆円ぐらいボロ儲けしてるんですよ、うん、売り尽くしだからね本当にね、はいでまあ、そんなもんじゃ効かないだろうと、うん、そうでしょうね、うん、そんなのにそこは知らん顔して、うん、で日本だけなしのつぶてでこの19日に復興支援会議がありましたと、うん、じゃいくらこの先日本が出させられるようになるのかとで高橋陽一先生とかはまあ6兆円ぐらいじゃないかってこともおっしゃってましたけれども、うん、6兆円って言ってました確かこの先ねただで私もね外務省に問い合わせしたんですよ、うん、そのどんな計画でいくらなんですかと、うん、したらいや概算が全体でいくら出すというのがまだ出てないっていうことを言っていてでじゃあどうやって今までの拠出額を調べたらいいんですかって言ったらホームページに発表してあるそのニュースを全部追ってくださいってこれ一般人がいくら日本人が出してるのかわざとわからなくしてるんじゃないかと思わざるを得ないんですよね、うんでこの辺はあまり報道もされないままひたすら日本のメディアはナーリーヌイの奥さんのヒロインばっかりやるわけですよこんな茶番劇いい加減に日本人もへきへきしてるんと思うんですけれども事実でいうと一応ウクライナの諜報機関ですか情報機関があれは自然死だと言ったからあじゃあウクライナやったのかなと暗殺をと思ったんですけどね、うん、逆にね、まあ、ロシアもそう言ってますしね、うん、だからロシアが言うといかにも嘘だろうっていう感じになるけど、ウクライナがね、うん、自然死だって言ったらじゃあお前がやったのかっていうような感じがしちゃうっていうのはね、うん、ウクライナがね、はい、ウクライナがそうやって多分本音をバラすというのはね、どうなのかなと、ね、ちょっと不思議な停戦のやつもそうだジョンソンが来てどうこうってやつも、はいうん、そうそうあの与党ですもんね、うん、ウクライナの中が割れてるで、ね、割れてるでも、うん、あんだけ大きくこう報道されるというのはですねそうなんですよ情報機関が逆切りしてるんだろうなという感じがするゼレンスキー見限ってるということでしょ、まあ、そこは今までねウクライナを賛美してた日本でいうと共同通信なんかもねその停戦の話とかねジョンソンの話とか、うん、堂々と今たっぷり書き始めてますからね、うんうん、自然死だというふうにいわゆる当のウクライナが言ってて、それでもまだ何の影響もないというのは不思議にならないんですけど、ね、そうですよね。そこはあまり報道されずに、それはいいからそれはいいから、もうプーチンが政敵を倒した。でもナーリヌイなんて大した支持率なかったし、うん、それとね、もう一つはナーリヌイっていうのはジリンスキーと同じね極右派なんだよね、うん。ゼレンスキーと同じなんだよ。民主主義者でも何でもないんだよね、うん、あの人はね。うんうんだから NED の活動家であってね、プーチンを殺すメリットっていうのも、殺すんだったら何もこのタイミングでやる必要はないと思うんです。そういうことだよね。ノルドストリームの爆破もそうですけれども、うんうん、で非常に気持ち悪さがあります。でやっぱりだから誰が儲けてるのかって考えると、よく出てくるのがこのブラックロックですよね。でゼレンスキー大統領は2022年の12月28日にブラックロック CEO のラリン・フィンクさんとビデオ会議で、その時にももういろいろとウクライナ経済のことを話し合ってね、インパクトのある部門に投資を誘導して祖国の復興に参加する全ての潜在的な投資家と参加者の努力を調整するって、あんた何やってんのって、こう国が戦争やってる時にですよ、なんでアメリカのこの最大の大手の投資家とゼレンスキー話し合ってね。で23年の5月5日には、ブラックロックの経営陣とゼレンスキー大統領が話し合いをして、でもこの時にはウクライナの経済回復を目的とした、まあ、投資ファンドの設立について細かく話をしていると、うん、でブラックロックどんどん調べていくと、2020年にはもう中国の証券監査管理委員会から中国における投資信託事業の設立許可を受けて、中国ともズブズブであり、結局世界を股にかけて、うん、紛争のね、どさくさに紛れて、うん、投資だ民主主義だってボロ儲けしてるわけですよね、うんうん、でそういった連中の一番の手先のところに今の岸田さんがいるんだとしたら、こんなバカらしい話はないと思って、うん。